はい、ソニーの小林です。この動画では近年コンボリューショナルニューラルネットワークに並んで大変ポピュラーに用いられつつあるニューラルネットワークの基本的な構成アテンション、チューについて解説していきます。ディープラーニングの基本を理解されている方を対象にした動画になりますので、ディープラーニングについて知りたいという方は動画の説明欄にある過去の動画も合わせてご覧ください。アテンションというのは主に翻訳のような言語を扱う分野で人気の手法になっていますけれども、アテンションの基本的なアイデアを理解していただくためには言語処理での説明は若干複雑になってしまいますので、今回も分かりやすさのため、そしてより広い概念でアテンションをご理解いただくために、一旦画像認識問題を例にとって説明していきたいと思います。言語を題材にしたアテンションの解説やポピュラーなアテンションのバリエーションについても動画の後半の方で解説していきます。それでは早速、アテンションという構造が生まれるにあたっての着眼点、アテンションというアイデアに込められたエッセンスから解説していきたいと思います。ディープラーニングにおけるアテンション、注意を一言で説明すると、ある層の入力側のデータのどこに注目するかを表現する仕組み、あるいはさらに注目した入力データに従って出力を行う仕組みであるということができます。例えばある入力画像のカテゴリーを分類する。例えばこの画像が入力された時に犬と認識する時に、人間であれば背景に何が映っていようが犬は犬ですので、背景などは見ずに画像中の犬の箇所だけを見て判断すると。いうことを自然に行うことができます。しかしながら、コンボリューショナルニューラルネットワークでは基本的に前景背景に関わらず、各層のコンボリューションは画像全体を参照しながら処理を行っていきます。例えばコンボリューション層を何層も繰り返して、最後にグローバルアベレージプーリング、画像全体の特徴を平均したものを用いて、最後にアフィン、全結合層で画像カテゴリーを推定するようなネットワークでは、認識結果は前景の面積が小さいほど認識結果とは関係のない背景などに影響を受けやすいという問題がありました。もちろん大量のデータから学習させることによって、背景にはほとんど特徴が出てこないように、グローバルアベレージプーリングで影響が出ないように学習は進むんですけれども、前景に注目するような処理を通常の CNN で表現しなければいけないがために、学習が大変になっているとも考えられます。ここでアテンションを用いることによって、例えば明示的に入力画像の特定の箇所のみに注目させて認識を行うようにニューラルネットワークを構成することができます。最もシンプルには、例えばコンボリューショナルニューラルネットワークの途中でコンボリューションの出力を分岐して、2層程度のコンボリューションで1枚の画像を出力するように構成します。ここでコンボリューションの出力の活性化関数をシグモイドとして、各ピクセルについて 0.0 から 1.0 の値が出力されるように構成します。シグモイドは入力値を0から1に収めるような関数ですので、シグモイドを活性化関数に用いることで、ピクセルごとに0から1の値が出力されることになります。そしてこれを元のコンボリューションの出力と掛け合わせるようにします。追加した2層のコンボリューション層は、元のコンボリューションの出力のうちどこに注目すべきかを推定する層、そして推定した注目すべき箇所を掛け合わせる。0に近い箇所は0に近い値が掛けられることによって、ほとんどの値が0になるわけですので、注目すべきではないと判断された箇所。1に近い値が掛けられる箇所では、元の値がほぼそのまま出力されるわけですから、注目すべきだと判断された箇所だと考えることができます。このような処理を行うことで、シグモイドの出力が0に近い値を取った箇所については、ほとんどその後の認識に反映されなくなります。このようにニューラルネットワークによってどこに注目すべきであるのかを推定して、それを利用して何らかの処理を行うというのがアテンションの最も基本的な考え方になります。例えばこちらの例では、注目すべき箇所の情報のみを残すことで、その後の処理で利用する情報を注目する箇所の情報に限定するという処理を行っていることになります。ディープラーニングですので、ここで追加した CNN、どこに注目すればよいかを決定する部分というのも、データを元にした学習によって獲得されるということになります。続いて SENET というコンボリューショナルニューラルネットワークで紹介されたスクイーズ&エキサイテーションというアテンション機構について紹介していきたいと思います。過去の動画でも紹介した通り、コンボリューションというのは入力画像に対して複数のフィルタ処理を行うことによって、複数の画像を出力するような処理です。出力される画像は1枚1枚が入力画像に含まれる、それぞれが異なる特徴を表す画像ということになります。例えば入力層直後では、ある画像は縦方向のエッジがそこにあるかどうか、またある画像は横方向のエッジ、他の画像は点だったり、特定の色に反応した画像だったりするわけです。通常のコンボリューショナルニューラルネットワークでは、これら全ての特徴をそのまま高段のコンボリューションで利用することになりますけれども、例えば人間であれば、画像認識のために例えば色に注目した方が良い場合は色に、形に注目したい場合は形に、テクスチャー、模様に注目したい場合は模様に注目して認識するということをやはり自然に行っているかと思います。そこで今度は入力した画像に対してグローバルアベレージプーリング、画面全体に対するアベレージプーリングを行って、画像全体に対する特徴量として、これに2層程度の全結合層、こちらの図では 1×1 コンボリューションを用いてますけれども、こちらを組み合わせてコンボリューションの画像枚数分の次元数の出力を得ます。そしてこれにシグモイドをかけて 0.0 から 1.0 の値を作り出して、この値を各画像に掛け合わせます。シグモイドの後の値というのは、
コンボリューションの出力である画像の各特徴のうち、どれに注目すべきでどれに注目すべきではないかを0から1で表していると考えることができます。このような仕組みを各コンボリューションユニットごとに挿入することで、様々な画像認識関連のネットワークで、またわずかな演算量の増加のみで高い性能を実現できることが実験的に確認されています。最初にご紹介した例では画像のどの領域に着目するかを動的に決定するアテンションでしたけれども、こちらの例では画像の持つ複数の特徴のうちどの特徴に注目するかを動的に決定するアテンションであると考えることができます。続いて文章分類におけるアテンションの例です。文章においても典型的な文章分類問題。例えば入力文章がポジティブな文章であるのかネガティブな文章であるのかを分けるような問題では、最初に説明した画像のどの位置に注目するかとほぼ同じ考え方で、特定の位置にある単語に注目するようにネットワークを構成することができます。まずコンボリューショナルニューラルネットワークやリカレントニューラルネットワーク、何らかのネットワークで入力文章に含まれる各単語の特徴量が得られているとします。画像の場合と同様にコンボリューションとシグモイドなどを用いて、文章の位置それぞれについて注目に値するかどうかを示す0から1までの値を算出します。これを各単語から出力された特徴ベクトルに掛け合わせて、これを文章全体で平均、あるいは合計したものを元に認識結果を得るようにする。これによって最終的に推定したポジティブ・ネガティブに影響を及ぼす単語のみに注目した推定を行うことができるようになります。例えばこちらの例では文章の中の絶品という単語だけに着目してポジティブであると判断できるというわけです。それではいよいよ言語関係の課題でよく用いられている典型的なアテンションの説明に入っていきたいと思います。アテンションを導入する以前にまずはこちらはリカレントニューラネットワークの LSTM を用いて入力文章の翻訳を行う基本的なニューラネットワークの例です。リカレントニューラネットワークや LSTM については過去の動画で詳しく説明していますので、そちらの動画も合わせてご覧ください。LSTM による機械翻訳では、まず上のネットワーク、エンコーダーで、まず最初の単語からの特徴抽出が行われて、この特徴と次の単語から次の単語の特徴が抽出され、さらにこの特徴と次の単語から特徴が抽出されるという処理が繰り返されることになります。最後の単語までたどり着いた段階での LSTM の出力ベクトルが文章全体の特徴を保持しているということになりますので、今度はこのエンコーダーで求められた特徴ベクトルを元に下のデコーダーで翻訳後の文章を生成していきます。最初のベクトルから最初の単語の出力に用いる特徴ベクトルを出力して、その出力からまた次の単語、また次の単語と出力していくことになります。こちらの処理は人で言えば聞いた文章の内容を一旦概念として記憶して、この概念をもとにもう一度ゼロから文章を作り出すということを行っているイメージになります。しかし人が実際に翻訳を行う場合には、特に正確性が求められるような翻訳では、入力文章の単語一つ一つの対応を取りながら翻訳を行うのではないかと思います。例えばこちらの文章を翻訳する場合、まず最初は主語、このハンバーグというのが来て、その後にまだ翻訳していない単語、このレストランのというのが続くといったように、より正確な翻訳のために入力文章と出力文章の単語を紐付けながら翻訳を行ったりするのではないかと思います。ここでアテンションを用いてまさに今説明したような、まずはどの単語を翻訳しようかという最初に注目すべき単語に注目して最初の単語を出力する。その出力を元にして、元の文章のうち次はどの単語に着目すればよいかを決めて次の単語を出力する。この処理を繰り返しながら翻訳を行うというのを表現することができます。アテンションの実装方法には様々なものがありますけれども、ここでは分かりやすさのために最もシンプルなパターンをご紹介します。ここでのアテンションは単語を出力するたびに入力文章のどこに着目するのかを表現するものになります。少し複雑になりますけれども実際の動作を解説していきます。まず翻訳後の最初の単語を推定するためにデコード側の初期ベクトルとエンコーダーが出力した各単語の特徴それぞれとの内積を計算します。これがアテンションのためのスコア。大きい値の単語ほど注目すべきだということを表すスコアになります。次にこのスコアに対してソフトマックスを計算して足して1になるような確率表現に変換します。これが入力系列のどこに着目するかを表します。この場合ですとハンバーグです。このソフトマックス後の値をエンコーダーの出力した各時刻の特徴ベクトルにかけて、各単語の特徴ベクトルを次元ごとに足し合わせます。つまり注目した単語ほど影響が大きくなるように重み付けして特徴ベクトルを足し合わせるわけです。こうして足し合わせた特徴と LSTM の出力を元にして、最初に出力する単語を求めます。同様にして次の時刻の単語を求めていきます。一つ前の時刻の LSTM の出力と、入力側の各時刻の特徴との内積を計算してソフトマックスを求めることで次に注目すべき単語を決定する。今回の場合ですとまたハンバーグです。このソフトマックスの重みに従って特徴ベクトルを足し合わせて LSTM の出力とコンカチネートして次の単語を出力する。これを繰り返すことで文章を出力していきます。一見複雑に見えますけれども、要は単語を出力するたびに
入力のどこに着目するのかという計算を行って、着目する箇所の影響が大きくなるように特徴ベクトルを取得して、これを利用して出力を求めるというのを毎時刻行うような仕組みになっています。さて、まずは最もシンプルなアテンションの方法について紹介しましたけれども、これをさらに発展させて翻訳元の単語の特徴をキーとバリューの2つに分けるという方法もあります。どのような特徴を持つ単語に着目するかを決定するベクトル、クエリーベクトルとキーベクトルの内積を取ってどこに着目すべきかを計算して、ソフトマックス語の値は今度はキーではなくバリューベクトルにかけて、これらを次元ごとに足し合わせた値を取得します。着目する点を決定するために用いられるキーベクトルと最終的に利用される値を示すバリューベクトルを分けることで、より表現力を高めることができる構成になっています。ここでのクエリー、キー、バリュー、それぞれのベクトルの役割ですけれども、まずキーとバリューはそれぞれソース側の各単語についてどんな問い合わせがあった場合にどんな答えを返すかを表しています。これに対してクエリーはターゲットからの問い合わせの種類を表しています。クエリーベクトルが入力されるとクエリーと各キーの内積を取ることで類似度を求める。内積ですので、イメージとしてはそれぞれのキーベクトルのうちクエリーと最も方向が近くて大きいベクトルが大きい値を取ることになります。そしてそのキーに対応するバリューを出力する。実際は内積結果はソフトマックスで足して1になるような確率を求めて、これに応じてバリューの値を重み付き加算することになりますけれども、イメージとしてはクエリーと近いキーに対応するバリューを取得するような処理になります。続いて言語モデルにおけるセルフアテンションについて解説します。セルフアテンションでは、先ほどのようにクエリー、キー、バリューを組み合わせたアテンションを順序の異なる2つの系列を対応させるために用いるのではなくて、1つの系列の特徴抽出のために用います。例えば、ある単語の表す意味というのは文章中のその他の単語の表す意味によって異なってきます。文章中に否定や修飾がある場合などがこれに当たります。例えばこちらの文章では嫌いという単語はその後のないという単語によって否定されているわけです。セルフアテンションではある単語の持つ特徴を他の単語を元に特徴付けるような動作を実現することができます。具体的な動作ですけれども、文章の特徴を抽出する際に入力から単語ごとにクエリー、キー、バリューベクトルを作成して、3つ目の嫌いという単語の場合、嫌いのクエリーベクトルと全ての単語のキーベクトルとの内積を計算して、ソフトマックスで足して1になる確率に変換します。ここで嫌いを特徴付ける単語の値、この場合ないの値が大きくなることが期待できます。そしてこの重みとバリューベクトルをかけたものを現在の単語の特徴に足し合わせる。例えばここでは嫌いという単語を特徴付けるために最後のないに着目することで否定を表現できるということになります。このような自分自身に対してアテンションを行って、その結果を自分自身に反映するような仕組みを、先ほどの異なる2つの系列を対応させるために用いたソースターゲット型のアテンションに対してセルフアテンションと呼びます。セルフアテンションを用いることで、自分自身の他の場所の特徴に着目して自分自身を特徴付ける仕組みを実現することができるということになります。このようなセルフアテンションは画像に対して用いられるケースも増えています。例えばコンボリューションの出力からさらにワンバイワンコンボリューションなどを用いてクエリ、キー、バリューの3つを作成します。こちらの例では、先ほどの単語に相当するのは各ピクセル、例えばこの左上の1ピクセルが1単語に相当して、この赤で囲ったベクトルが各ピクセルのクエリ、キー、バリューベクトルということになります。つまりこちらはこちらの 7×7 ピクセルのうちどのピクセルに着目して各ピクセルを特徴付けるのか、これをセルフアテンションを用いて実現する例になります。まず左上のクエリベクトルと他のすべてのピクセルのキーベクトルとの内積を求めてソフトマックスを取ります。これによって左上のピクセルを他のどのピクセルで特徴付けるべきであるのかが決まります。そしてバリューをこのソフトマックスの結果に従ってすべてのピクセルを重み付けしながら足し合わせる。ここまでの処理をすべての入力ピクセルに対して行ったものを入力に足し合わせて出力するという動作になります。このようなピクセルごとのセルフアテンションというのは、例えば画像中の離れている箇所に何かが映っていることによって結果が変化するような問題で、中でもコンボリューションでは表現しづらいほどその位置が離れていたり、位置のバリエーションが多くなりすぎるような場合に特に効果を発揮するかと思います。というわけで、アテンションという仕組みについて、画像や文章を扱う問題で提案されているアーキテクチャを中心にご紹介してきました。このような構造を用いなくても全結合で全ての入力を利用するような構成にすればそれで良いのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、全結合ですとどうしてもパラメータが多くなりすぎるということで、限られた数のデータからの学習では過学習になりやすいという問題があります。アテンションのように動的に接続を変更するようなアーキテクチャで素結合、局所的なニューロンの接続を表現することで、安定した学習や限られたデータを使った学習での高い性能を実現することができます。例えばコンボリューションもアフィンと比較すると素結合で表現力の制限された関数になっていますけれども、解きたい問題に合わせてパラメータの数や表現力を適切に制約することで、最終的により高い性能が得られるわけです。
このアテンションというのは非常に広い概念ですので、今回紹介した代表的なもの以外にも様々なバリエーションが提案されています。例えば過去の動画でご紹介した LSTM におけるゲート、セルステートに取り込む値や出力する値の選択などもアテンションの一種と考えることができます。どこに着目すべきかを動的に変える、アテンションによってニューラネットワークの接続を入力されたデータに従って動的に変更するというのはとても汎用性の高いアイデアであることがお分かりいただけるかと思います。ぜひ目的に合わせて適切なアテンション機構を設計してみていただければと思います。今後の動画ではアテンションを用いた言語系の課題で用いられるポピュラーなニューラネットワークの構成やニューラネットワークコンソールでの実装方法についても紹介していければと思っています。